突然パラレルワールドに迷い込んでしまった。ディズゾーとその相棒ペンタゴン、これは元の世界に戻るために奮闘する二人の冒険劇ではなく食事記録物語である。今日は豚肉のじゃが巻き、地蔵像に作ってもらいましょう。まずはじゃがいもの皮を剥いていきます。そしたらじゃがいもを半分の半分に切っていきます。多分それは半月切りって言うんだぜ。へえ、ペンタゴンはやっぱり物知りだね。よせやい、入れるね。切ったじゃがいもを耐熱容器に入れたら、キッチンペーパーをびっちゃびちゃに濡らし、じゃがいもの上に敷き詰めます。600ワットで6分チン。そしたらその間にお肉の準備です。肉ちょっと落ち着いてね。お肉を広げたら塩コショウをパラパラっと振ります。チンが終わったじゃがいもを巻き巻きして約大さじ2杯ぐらいの薄力粉をまぶします。油を引いてフライパンを火つけて巻き巻きしたやつを焼いていきます。あ、この時に巻き終わったところを下にして焼くといい、いいぞ。肉ちょっと今日はペンタゴンがお肉に興奮しすぎて自身を保てない状態です。焼き目がついたらくる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 回して、かけしょうゆ、砂糖、みりんを調味料を回し入れます。肉を見せてくれ。これはもうダメだ。肉